松永、聞いてる？これはたびたび思っていたことなんだけど、うん、北川景子さんの時のような、うん、松永さんがあの低い声で、うん、俺女にあの求愛するノリあるじゃないですか、うん、あれあんまり面白くない傾向にあります。これはね、そうなんよ。俺もちょっとな、ちょっとこれ俺もあんま好きじゃなかったんけど、なんか、やめへんから、松田さんがもう。うか乗っちゃったらもうずっともう腰振ってるから。ラジオネーム唐揚げ。なんか、もうやめようと思います。あのさ、みんな、もっと早く行ってください。あの、もうちょっと前から、なんか言えるタイミングがあったと思います。逆にこの番組一緒に作っていこうよみたいな足並み揃いようみたいな空気出したのになんか俺に何も言わなかったのかな、逆に裏切られた感じというか、逆に俺が悪いのかなって思ってます。なんか俺に なんか何も言えな いや言ってもらえない感じで俺が悪いのかなって思ってます今。まだ低い声になってるから、ずっと低い声だったからなんかでも頑張ってみんなのこれ直して金子さんが今や初めて低い声が面白いっていう。ありがとうございます、ありがとうございます。ねえ、面白くなるまでね、寝かしましたね。続いて、ラジオネーム分かり際ちょっと向きになる、うん、松永、お前は悪くねえよ。別につまんないことは罪じゃねえから。ユーモアが限りなくゼロに近くても生きていけるから、あんまり考えすぎんなよ。考えるよ。あと1年もよくやれたよね。お前ほんとね、こんな、うん、あの、ああ、確かに、そうね、衣食住ユーモアじゃないもんね。そうだよな、確かに。ユーモアってその、ユーモアがないと生命活動を送れないってわけじゃないもんね。ユーモアなくてもご飯美味しいし、ユーモアなくても。もうそんな考えんな、そのことについて。やめてくれ。ユーモアなくても、ユーモア。大丈夫。ユーモア、なんか、死にたくなってきました。よし。死ねば辛いの忘れられるんだよ。おい、やめてくれ。死にます。やめろ、死ぬな。死んだら別にユーモアとか関係なくなる。ユーモアが関係ない世界線に飛びたいっす。おい、ほんま。また低くなってるわ、声が。違うよ。怖い。え、だって俺、ただ、え、俺今日はずっと裏声でやろうかな。いや、それはそれじゃ。おい、うん、ちょっと、低い声はこう、おもんないゾーンに入ったってことな。でもなんか、口説いてる時はそうやけど、今のとかすっごいおもろかった。だから、なんだろうな。ある。うん。逆に死にたくなるって。逆にもう、お前が今、なんかあの、背中トンと押された感じがした今。最後崖っぷちで、俺が最後手が、優しさという手で、ポン。なんかあの、R に解釈してもらった感じがあったね。それあかんな。うん、それ解釈人として俺が、あの、俺が切腹した R さんが解釈してもらった感じはあるね。解釈は確かにあの、相方にやってほしいなって、今まで思ってましたけど、僕もね。明るい際。ねえ。ラジオネーム桜田パエリア。はい。僕は、松永さんの、シャーっていうのが、嫌いです。え？なぜかわからないけど、嫌いです。え、なんで？おいおい、ちょっと待って。続いてメール届いております。おい、ちょっと待って。ラジオネーム、ギンギンしてんじゃねえよ、うん。松永さんに、言いたいことがあります。松永さんが何度も、なある、と連呼するやつ。あれ正直あんま思んないです。おいもうやめたってくれ。な、これを松永さん自分で呼んでんのよ、うん、みんな、うん、お前らが送った松永さんへの悪口を松永さんは自分で呼んでるんよ、うん、おい見てられへんって、そんなやめたってくれ。もう本当にあの怖いぐらいの M じゃないと成立しないよ。そうそうよ、うん、おいやばいよ。ねえ、なんでこんな続くぞって言った日にこんな攻撃されんの。なんで俺にこんな目渡してるんだ。おい、どうしたいよ、松永。言ってください。何、俺今日は高い声で合図だけ打ってりゃいいのか。俺めちゃくちゃや。怖い、成立しますよ、ね、そんな。もうね、ほんと来年からね、もう2019年度からはね、いつもの引き出しが全くない状態で。
っておきたいというね、新たなね、試練ですよね。なんでこんな、もう。厳しいですよね。いや、本当、放送業界は厳しいですね。本当に、オールナイトニッポン、とんでもない冠やらせていただいて思ったけどね、本当にね、楽しくやってるなと思いますけどね、やっぱり。とんでもないところで俺らラジオやってるんだってしみじみ感じております。そんぐらい、うん、まあでもやんや言ってんのね、リスナーどもだけどね。家にいるどもどもまたそんなやつ言われんねんぞ、うん、あ、続いてもメール来ましたか。ラジオネーム芋虫一本釣り、うん、なあ、ある。はい、松永はまだ実際に頑張ってるからいいんだけど、うん、R はさ、頑張ったふりをしてるだけだよな。俺そういうやつ一番嫌い。なんだ、何やねん、怖いよ、怖い、怖い、ちょっと今おい、イモムシ、イモ、お前そんなやつじゃねえじゃん。お前イモムシ一本釣りを仲良くやってきたじゃん。やってきたよ、一応お前が面白メール送ってくるじゃん、で面白作家が選ぶじゃん、で面白パーソナリティが読んで面白ラッパーがリアクション取るじゃん、で面白ラジオ一緒に作っていくじゃん。そうやってやってきたよ俺ら。ラジオネーム、すくみ。R はさ、なんでスマホケース2個買ったの？そこだけよくわかんねえや。気象。は？おい、気象って何やねん。冷たい。冷たい。おい、もういじってもくれへんのか。気象って何やねん。気象いって傷つくの。気象いって傷つくから。ね、気象いって傷つくね。気色悪いってことか。スマートフォンケースを2個買っていいです。気色の悪い人間。でやん。ちょっとね、ね、また確かにね、R さんも2個買ったの気ま。少しだけ気象いいかなと思う。もうごめんね。紹介していきましょう。はい、ラジオネーム明太子定食。はい。松永さんがさっきコールした大江戸シーラン、うん、っていう言い方も嫌いです。おいおいおい、これ目玉商品じゃないの、うん、うちらの、うん、そ、あの見出しだよね。なあ、ここ、ね、ここ主力選手だよね。逆にお前よく聞いてくれた。いや、お前、どこが好きやの。これ、じゃあメインディッシュでお送りしてんじゃんけど。リスナーのみんな、なんで聞いてくれてるの。逆に、なんで聞いてんの。このラジオ。ありがとう。続いて、ラジオネーム、プーリー。うん、クリビナッツのお二人、継続おめでとう。また一年間頑張るって言ってたけど、なんで勝手に一年続くと思い込んでるのかな。まあね、あの改変期っていうのは10月にもございます。そうか、ちょっとちょっと待ってくれよ。思い上がってました。待ってよ。待ってよ。そんなのさ、話したえ、ちょっと優しいメール募集したっけ。俺はしたよ。したよね。優しいメール募集したんよ。優しいメール募集しましたよね。なんで優しいメールください。おい、あ、お菓子通ってないぞ。あら、あ、優しいメール、うん、ラジオネームフォックス、うん、松永さん、うん、R さん、はい、すっごく辛いよね、うん、信じてたリスナーに牙を剥かれて、うん、本当に苦しいよね、うん、痛いよね、嫌だよね、うん、嫌ならその椅子から降りたらいいんだよ、うん、痛いのが嫌なら逃げればいいんだよ、人前に出る覚悟もできていないなら今すぐブースから出ていけばいいんだよ。一番優しくないよ。お前。最後のやつ。最後のやつ。最後やんけ、これ。優しくさ、いや、優しく詰め出したら最後よ。優しくもう突き放すというか、うん、ほんまに。もうなんかもう、腹決まってる感じするか、諦めるっていう方向で腹決まってる感じがするもんね。完全にさ。ラジオのフォックスは。なんなん？皆さんは聞いてくれるんですか？いや、お前、ここ不安なんて。聞いてくれるし、あと、聞いてくれてたの？なんで、ないよ、なんで。ラジオネームシラスの底力、はい、先に言っておくと僕は最後に急いで朝ぼらけの告知をする R さんが大嫌いです。おい、もうやめてくれ。よう聞いてんの。最後の最後まで聞いてくれてるやん。めちゃめちゃ最後まで。なんで嫌いのに聞いてんの。最後まで本当に駆け足でやるとこね。ある最後なんか、うん、いつも入るか入らんかとかな。よく聞いてくれてるね。ねえ、1時間半って長いよ意外と。そうやね、本当に逆にありがとう。ね、本当にびっくりするね、